はい、はい、おはようございます。篠宮バラ園の園主の篠宮です。今日もよろしくお願いします。今日は4月の13日、はい、ですね。そうですね、昨日オープンです。直売所がオープンして、はい、忙しかったです。前回撮影したのが4月6日で、だいたい1週間ぐらい経ちまして、そうだね、またさらにオーナーも、そうだね、どんどん伸びてますよね。もうつぼみがね、だいぶね、あの膨らんできて、だいぶもう大きくなったね。小豆大っていうかね、ね、こんな感じで、ね、やっぱり今年は早いですね、ちょっと早いね、ね、でも元気に、はい、育ってます。はい、前回 YouTube の、あの4月6日の動画を上げた時に、ご質問をいただいたことがあって、はいはい、あのなぜ篠宮バラ園はこう鉢が半分埋まっているのか、はいはい、あの昨日なんかね、お客さんがこうね、昨日オープンで見られて、やっぱりお客さん言ってましたよ、これなんで生けてあるのなんてね、ちょっとこう不思議があってね、あの質問されたんだけど、これはね、なぜかって言ったらね、あの倒れないようになんですよ、風で。こうやってほら、ここにこう埋まってるでしょね、これ穴ね、どのくらい3分の1ぐらい入ってるのかなね、穴掘ってこうこうやります。とあのね、昨日もそうだったんだけど、ものすごい風でした。こちらはだいぶ被害出たんじゃないですか。あんな風吹いたらね、みんなこうそこにただ置いてあるだけだと、パタ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 倒れるんです。あの昔初めの頃はね、並べといて風邪ひいてみんな倒れる、倒れるとバラはトゲがあるからみんな痛めちゃうんですよ、絡まって。倒れ、風邪ひく、倒れるたんびに枝が折れていくわけ、ね、でこれいちいち行けるの大変なんだけど、やっぱりこれしとかないと安心してね、あのもうこれやっとけば風邪ひくことがないしようがね、これでもやっぱり枝が折る場合あるんですよ、ものすごい風の時は。でもこれやっとくおかげで、もうやっぱりこう安心してこういろんな仕事できるんですよね。あともう一つメリットはね、やっぱり土の中に入ってるでしょ、そうするとね乾かないんですよ、あの乾きがね遅くて済むんですよ、多少。だからそういうメリットもありますよね、水やりの回数がね少しこうあの少なくできるっていうかね、あと倒れない、そういうメリットがありますよね。あのすごくやっぱりこう何て言うかな、こうちゃんとこう感覚も取れるし、それぞれね、品種によってね、ものすごくこう整合性な品種は少し間隔を空けて、あまりくっつくとほらあの風通し悪くなったりするんでね、良くないんで、だからこの品種に応じて多少間隔を変えてみたりね、これだったらもういくら風吹いてもね安心してできるんでね、あのいい方法だと思いますよ。だからお客さんのところも、まあ穴掘ってね、こうそういうお庭で やれば一番いいんだけど、あとはね、あのなんていうのかな、こういろいろあるんですよね、あのありますよね、こういうものね、なんかこう倒れないようなもの工夫して、あの何でもいいんですよ、工夫次第ね。要は倒れると痛むんで、ね、せっかくの枝がポキッと折れちゃったらもうね、がっかりしちゃうからね。だからそうならないようにちょっと工夫してね、何でもいいんですよ、何でも。あとまたできれば見栄えがあるからね、そういったもの、あの いろんなものありますよね、ほらこんなものだとかね、いろいろあると思うんです、だからそういうものをちょっと工夫して使ってみてね、でやればね、あの綺麗なねお花を楽しめると思いますよ。やっぱりここまでね1年かけてこう手間かけてってことでね、ここで失敗したくないんでね、ちょっと気をつけてね、でまたあの開花しちゃったら、花終わったら剪定すれば多少短くなるからね、と風の受けがあるでしょ。やっぱ花咲くって一番こう伸びてる時だからね、一番風受けるんですよね。私も自分経験あるけどね、せっかく咲いてるの倒れちゃって枝が折れたらね、もうこんながっかりするのないもんね、だその辺はちょっとね、あのちょっと気を使ってあげる、それはコツだよね、本当にね、大体皆さんがどうして生きてあるのってね、これね、だってこれ風吹いて倒れたらこれ全部起こして歩く、風そのたんびにとてもそんなことできないですよ、で痛むでしょ。だからこれがやっぱり一番いい方法ですよね。まあ他の業者さんもやってるかどうか分かんないけどね、篠宮バラ園だとずっと昔からこれやってます。でも夏前まで、もちろんあの出荷終わればもうなくなっちゃうから、そしたら今度ここはね、もう補助になります。このよ、あのこう生育の場になるからね。お客様があのこの方法をされる場合は、あまり一時的な措置と、いや、だからそこで置いとけば下から根が出ちゃって。
よくあるでしょ、あの水やり怠けちゃって下が土で置いといたら、ね、今度下から根が出ちゃって取れない。もうそれはもう露地植えと一緒なんですよ。もうそれはそのままで構わないの。もう鉢つったって鉢は格好だけだからね。根はその下に抜けちゃって下から水分とか養分吸ってるからもう触んないで、だってもう水やってないでそういう人は。そこに鉢があっても根の底から、うん、出ちゃってるから、鉢の底から根がビヨーンって出てしまったら、そうそう、そうそう、だからこういうところにね、下が路地で土の時にね鉢を置いて、大体もう1ヶ月そのままだとね下から根が出ちゃうからね、そのままにしちゃうと、そうするとだんだんもう下から吸っちゃうから水やらなくても済むんだけど、ね、そうすると逆に言えばもう移動できないよね、移動できないですよね、路地と一緒だから、だからそこちょっと気をつけてもらって、ね、私は篠宮原園としてはちょっとこう仕事の都合上やってるだけのもやってるだけのもんでね、だからそういう人はどういもう路地植えが一番いいんですよ。路地植えできるスペースがある、そうそう、下が路地ならね、土がならね、そう下に植えてしまえばもうそれが一番安心だからね、うん、そうでなくてただ鉢をね鉢でやって置いてあると、最初はね鉢植えだけどそのうち鉢植えじゃなくなっちゃうからね、路地植えになっちゃうからね下から根が出るね、そういうことです、うん、はい、うん、じゃあとちなみに今日4月13日、うん、なにわいばらが満開、うん、はい、はい、はい、こちらね今ちょうど満開だよね、うん、これは本当にね早咲きの部類に入りますね、白のまあ一重だろうね、一重の大輪ですよね、その代わり純粋な一期咲きです。本当早い時期に咲いてね、一回しか咲きません。その代わりねまあランプラー系に入るのかな、要するにもう原種に近いですよね、ものすごく丈夫です。もう棘なんかねもう痛いくらいっていうかね狂気ですよね、うん